こんにちは。かっこいいギタリストの竹下敦です。本日ね、ご紹介するのは音楽家のレイ・アルフォンソ・ショーダさんです。レイ・アルフォンソ・ショーダさん、通称ポンチョさんと呼ばれてます。ポンチョ、アルフォンソ、アルフォンソ、ポンチョ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 ですかね。職業歌手&ギタリスト、素晴らしい方です。1942年の2月、埼玉県に生まれました。1970年にフォルクローレの最高峰ウッパ・ユパンキさんの音楽と出会います。ユパンキさん有名な方ですね。そして、1974年メキシコから南下し中南米諸国を放浪しながら民族音楽を研究、本当にこの方放浪したんですよ。あ、すごいです。スペイン語も達者ですしね。そしてね、その後、全音、楽譜出版社からですね、本格的な演奏活動を始められました。そしてなんと1987年花がたみで古賀政男記念音楽大賞を受賞されました。その時の感動は私も忘れません。そしてね、88年にはエクアドルの世界短波放送に出演、そして89年ペルー移民90年記念式典に招待され演奏し、なんと金賞を受賞。そして、音楽ジャーナリストである竹村さんの勧めで、1995年に NHK のラジオ局に生出演しベサメムーチョを歌い大反響を呼びました。そして96年に正 CD ベサメムーチョポンチョの新しい世界を竹村さんのプロデュースで発表。そしてまた2000年に、音楽制作音楽監督なども担当されたんですね。現在はね、熱海に住んでおられます。熱海での、ね、活動がメインなんですが、最近はですね YouTube の、チャンネルも開設されまして、オンラインでの演奏なども披露されています。素晴らしい音楽家です。ぜひね、YouTube のチャンネルをご覧になってください。本日ご紹介させていただきましたのは、レイ・アルフォンソ・ショーダさんでした。素晴らしい音楽家です。それでは See you soon!